一番良くないのは、やろうとしないことが一番問題。できないことじゃなくて。ただ、やろうとしないことが一番問題。マミが何言ってんのかな、しおりが何言ってんのかな、わからなかったら聞いたらいい。わかったんだったらそこを徹底しないと。なかなか効率上がってこないし、上手くなるのは難しい。で、大事なこと、上手くなりたいと思うんだったら、やっぱり大事なことは素直さが大事です。素直さ。じゃあ、声が必要です。どんな声が必要ですか？例えば、サワが頑張って、ポーンと大きな声出しました。前、後ろ、OK。サワの良さは、語彙あるかもしれないけども、空気を読まないところにある。そう。これは非常に大事なこと。な、アイリン。はい。空気を読まないことが大事なの。それができるかどうか。みんなと、10人のうちの1人になるのか。ここはね、よく理解してなあかん。これはバレーボール以外のことにも言えることなんで。よく覚えておいてください。岡田かんちゃん。うん。あんた行こう。はい。